動画をご覧の皆さん、こんにちは。じゃあ、今週は日曜日に行われます、北九州記念の、展望を行いたいと思います。お送りするのは、立東で旧車取材している石井と、足立でお送りします。お願いお願いししまます。す。北九州記念ですけども、はい。例年足立さんの旧車が、よく来るという。まあそうですね、うちの担当厩舎がまあ結構馬券に絡むっていうのはね、なんかまあ例年あるんです。去年はちょっとね、絡まなかったんですけど、それまでずっとね、絡んでたんでね、なかなかまあ、今結構有力な。5頭いるんでね、なかなかちょっとチャンスあるんじゃないかなとは思うんですけど、じゃあ早速。まあそうですね、それをまあ考慮に入れなくてもね、まあとにかくこのビッグアーサー、まあ今年の一番の注目と言っていい、もうそうで短す距離ね。界では一番ね、まあ高松宮記念の日に条件戦で同じような時計で走ってたっていそううですね、ね。まあここで一気に株を上げたような馬なんですけどね、まあここまで無傷の5連勝ということで、まあ本当に遅れてきた大物っていう感じがありますからね。まあここ2走がね、結構接戦ではあそうでするんでね。すけど、まあここまでね、ティーハーフ、エポワスってこの辺りはもオープンでうオープンね。で先に勝っちゃってますからね。まあそういった辺りでもね、相手関係見てもね、本当にここはね、まあいきなり通用してもいいんじゃないかなとは思ってますしね。まあハンデもね、56までいくかなってちょっと僕は思ってたぐらいなんで、まあ55でもね、まあちょっとラッキーかなっなるほていうのど。は思いますね。はい。これ、前走が2ヶ月ぶりで、また今回、ちょっと2ヶ月ぐらい空きましたけども、まあ今までね、別にそんなにね、そうです苦にしね、たことないんでね、特には心配してないかなっていうのと、まあ前回の休み明け526ってね、一番体重増えたんでね、まあそのあたりもね、考慮に入れてもね、次はもうちょっと絞れてくるだろうというのもあるんでね、そんなに心配はしてないですね。まあとにかく桜爆心音3区のね、勢いのある馬っていうのは本当に勢いあるんでね、まあ今までそういう馬いっぱいいたんで、まあここもちょっと楽しみだなっていうところですね。陣営の感触なんかも、まあもちろん、もちろんこれは。まあね、あくまで初重賞だからとは言ってはいますけどね、まあでもそれでもやっぱり期待はでかいでしそうょですね、魅力の大きいですもんう。ね。わかりました。ついで対抗ですけど対も、抗がミッキーラブソミッキーラブソング。ング、こっちがね、まあ前回がちょっと面白かったんでね、本当にメンバーもね、ある程度2着3着とかはね、まあかなりね、上位にこれまでもね、来てた馬たちですからね。強かった馬たちなんでね、これもその前破って久々でね、勝ち上がったっていうのはね、かなり評価していいんじゃないかなって思うのと、まあやっぱりこの馬戦に合うんだろうなっていう競馬をしてたんでね、まあペース自体はちょっと緩かったのは緩そうかっですよたんですね。けど、まあそそれでの、も、中段からね、こう来れてるっていうのはやっぱり、いい足来てるんでね、まあそういったところが、まあいいんで、ちょっと楽しみだなっていうのがあるんですけど、まあ石井がそうですね、僕これ本命です本ね。命。もう今足立さんが言ったことがね、もう全てだったんで。いや、もうちょっと付け足してくださ確かにこう血統的にはちょっともうちょっと長い方がいいんい。かなと思ってて、そうだね、確かに。ただやっぱ短くしていくことによって、その前の3走ですか、オープンやったこともあるんでしょうけど、ちょっと戦力ではこういまいち弾けなかった点。まあ足は使ってるんだそけうど。ですね。やっぱ上位の馬たちもね、やっぱ力があったからかもしれないですけど、やっぱそれが1000人だったらね、こうスパッとあれだこけれ、ね、いい足使えるんだそうから。ですね。当然叩いてね、これも上向いてるでしょうから、この辺り期待してね、僕はその辺の込みで、ハンデもね、54と、そうです同ね。じ1600万勝ち、そのビッグアーサーが1両重たいとか考えれば、これも恵まれたかなというところで、本命としましたで、ね。対抗が、対抗が、僕はサドンソームまあ、です実ね。績馬ですそうでね、すこっちね。は。これを、実はそうですね、宮城県4着、それから CBC3 着と、CBC も外からね、最後多分こう、売り売りとは、勝った売り売りとは、そのコース取りの差が結果的にはちょっと出たかなと思いますけども、やっぱ自力上位のね、ところ見せましたよね。で、これは一周、起きた後、現地に行って、今週最終が、
滞在したけども、これも本当にダートコースでねしっかり動いて、うん、いい動きしてたんで、まあ、その辺も当然ね普通に走ればこの馬がね、ただね、ちょっと気になるのがまあ、馬場がね、パンパンの両馬場でやるとねちょっとどうなのかなっていうところはあるんでね、まあまあ来るのは来るんでしょう、まあ、そことねこの左右着引いたっていうところがちょっと気にはなるんですけど、ね、揉まれてこのなかなか文字出せなかった時出せないのと、その時計が早くなった時がどうなのかっていうところはちょっとね、まあ、実はちょっと不安はしてるんですけど、僕も3番手には入れてるんですけどね、まあ、実績的にはやっぱりね、能力はもちろん、G1 でもねあそこまで来てるわけだから、十分評価はしていいと思うんですけどね、まあ、ちょっとそこら辺は気になるところなんですけどね、なるほど、まあ、じゃあその辺を差し引いて若干評価落としても、まあ、まあちょっとねちょっと本当にちょっとですけどなるほど、わかりました。あとはどうですか。あとはまあそうですね、僕の担当級者ではやっぱりバーバラがね、前回がねそうですね久々の勝利ですね、そうですね久々の勝利でいい勝ち方してくれたんで、まあ、ちょっとコース追いに前走から変えて、はい、まあ、ブリンカーもつけてみたということでね、そのあたりがうまいことハマったのかなっていうのと、まあ、このレースね2年、3年連続になるのかな、はい、3着5着ってどっちも53キロでね、3着5着って来てるんでね、はい、本当にこうちょっとの展開の助け的なものがあれば、まあ、今までも十分チャンスあった馬なんで、そうですね、まあ、そのあたり、まあ、調子良さそうですし、そういうねちょっとコース沿いに変えてブリンカーつけてみたっていうそのあたりね、効果が前走で見込めたんで、さらに上積みがあればなっていうところですね。なるほど、そのあたりかな。まあ、あとは、まあ、ベルカント、ね、ベルカントですね、これをどう評価、難しいところですよね。ベルカントはどうですか。僕はノーマークにしたんですけど、僕ももう最後に、まあ、ちょっとベッパ、ちょっと印打ったかなっていう感じなんですけどね、どうなんで、まあ、直線競馬のやっぱ適性はあったんでしょうね、その前走は。ただ今度ねその1000人に戻してどうなるかというのはまだ何とも言えないところですね。その前のちょっとレースぶりとか見てたら、負けっぷりが、そうですね、ちょっとねすごかった、今回走ればもちろんねこれはもう本物と見るんですけども、ちょっと今回はその辺ちょっと見て、様子見たいなということで評価を落とした感じですね。あとちょっと僕の担当とかでは、一応マイネル・エテルネルも54キロ、実績考えればこれはね重賞化っていうもともと馬ですからね、小倉でいいんですけども、ちょっと評価を落としたのは、若干馬が細いかなと、ちょっと休む前はもっとこうボリュームがあったのが見えたんで、その辺ちょっと落としてバッテンまでしたんですけども、あとはベルルミエルもちょっと打ったんですけども、この辺はどうですか、足立さん担当のところですけども。そうですね、ベルルミエルもまあ前回がね、まあ、そこそこ頑張ってくれてたん で、ね、まあ、チャンスはあるのかなとは思うんですけど、はい、これもやっぱ時計が早いとあれですか、もうちょっと渋ってくれたけど、そうですね、まあ、まあちょっとね阪神牝馬ステークスもまあちょっと展開に恵まれたところはあったんで、まだこう勝ち切るまでの力はどうなのかなって、前走だけではちょっとまだ判断しづらいかなっていうのと、まあ戦2でね小倉で勝ってはいるんですけど ね、まあ、その後小倉2歳ステークスの時は、まあちょっと大敗してそうです ね、まあ、ベルカントからだいぶ離れてたところにいたんでね、まだねちょっと僕的にはまあ戦2っていうのがどこまで適性があるのかなっていうのもね、まあ、実際は専用の方がいいんじゃないかなというところがあります、ね、なるほど。その点はちょっとじゃあ今回戦2で、まあ、小倉の馬場、まあ、対応してくれるかもしれないし、まあ、そのあたりがちょっと気になるところでは、僕は印は下げました、まあ、ノーマークにしました。なるほど、わかりました、まあ、そのあたりですね、はい、そして最後に今海面の方、そうですね、まあ、ビッグアサーが、まあ、ほぼ3着以内には来るかなというところが、ね、まあ、ありますんでね、まあ、ビッグアサー中心に行きたいなって、まあ、3連複でね、はい、まあ、
ビッグアーサーからミッキーラブソング、はい、でまあサドンストーム、この辺り絡めたフォーメーションっていうのはね、いいんじゃないかな。なるほど。まあそのアガリウマと実績馬とこう、まあ、うまいこと組み合わせて、勝ったらまあ結構な確率で来るんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。なるほどなるほど。うん、まあ、組み合わせによってはね十分美味しい相手になる可能性もありますからね、はい、まあ、そこからさっき言った相手あたりに流していけばなっていうのは、はい、なるほど、はい、分かりました。まあ、僕もミッキーラブソングから3連服、まあ、どうしようそこまで人気はならないと思うんでミッキーラブソング自身が、まあ、一等軸で、まあ、相手は、印の馬たちに流して、まあ、十分プラスになると思うんで、それで行こうかなと思ってます。はい、まあ、ちょっとベルカントが僕らの印でどうなるかなというところに、まあ、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思ってます。そうですね、はい、じゃあそういう感じでどうもありがとうございました。